緑島監獄の門2008年撮影緑島自故宮地元では大歌大病と称しているもともと緑島市義部の指揮官であった小アキラリンが管理策の一環で緑島観音堂に代わる施設として刑務所の近傍にこの観音病を建てた緑島技術訓練所所長の夏軍が1994年に再建し 福さんの餌産防止に、門批の文字の記号を依頼した。漢、寺氏西二州水省や、受け取い難等悲願。この地遊繁にゃ温殿世人、女娘をくしさえ訴え。台湾うちの一法務部共生所緑島監獄は、台湾台東圏緑東京にある1972年に、竣工した施設であり、緑島に設けられた多くの共生施設の一つで、 法務部矯正所の下に置かれている。この刑務所は、主に管理や共同が困難な受刑者を収容しており、高度な管理体制が敷かれている。このため、緑島監獄には、一斉戦案や自閉戦案などの一斉取締りで検挙された、組織犯罪の狩猟級の受刑者たちが収容されている。日本統治時代には、日本人たちが緑島に設けた、非常島不老人。 おさむ姿書が存在していた。気象島とは、緑島の救命であり、黄昏の時に、外目からこの島を遠望すると燃え上がるように見える、ことから、このように称されたと言われている。ただし、異説もある。当時の日本人たちは、いわゆる、不老人をここに収容したが、実際には、その大多数は、組織犯罪に関与した、いわゆる、黒道分子であった。 この島が選ばれたのは、四方を海に囲まれ、収容者の脱走が困難であることが理由であった。1950年代に、非常島不老人、おさむ姿が所は、刑務所に転用され、もっぱら反体制活動家や政治犯たちを収容した。1951年から1965年に、かけては、強制労働と思想改造を起とした、新政君動どころが設けられ、 あとに1972年から1987年にかけては国防部緑島官君監獄が設けられた。中国国民党はもっぱら政治犯を収容した。この監獄を流中山層と称したという。白色テロの時代と称されるこの時期の事情は、下記の台湾監獄島、ト特号の台湾の芋っ子などに詳しく紹介されている。後には、 刑の重い者やギャングの構成員を収容するようになった。1987年に戒厳令が解除されると、緑島では政府が主導する形で監獄を観光資源とする観光地開発が始まり、また、1990年代に台湾の民主化が進むと、もっぱら暴力団関係者が収容されるようになって、受刑者のための職業訓練施設なども、 平設されるようになっていった。しかし、治安の改善によって収容される受刑者の数は1、時期減少の一途をたどった。2012年3月23日、法務部強制者は、台湾各地の刑務所から、最も管理、共同が困難なものを集めて緑島監獄に収容するという方針を公表し、以降その方針に沿った収容が進んだ。刑務所内の兵の一部には、 滅恐怖国、大独足、うつ毒、とも即とも産などといった政治宣伝の標語が残されており、国民党と共産党が敵対的意識を持って対峙していた時代の証となっている。ありがとうございます。